Radio. On FM さあ時刻は4時を回りましたアジクータラジオ生放送の時間です4月28日木曜日今日のお相手 DJ モーリーでございます夕方6時まで 今日はですね、えぇ、ー、やらあゆみさんお休みでございます。はい。まあ、仕事の都合ね、えー、ありまして、えー、今日は久しぶりに木曜日、えー、DJ モーリー一人でラジオをお送りしていきたいと思いますので、今日もメッセージとリクエストよろしくお願いいたします。さあ、もういよいよですね、ゴールデンウィーク。 早い人ではもう明日から入るというところですけれども、皆さんはゴールデンウィークの予定立てたんでしょうかどうでしょうかねまあ今日の番組のテーマからいくと、ゴールデンウィーク予定あるない。はい。こちらでやっていきたいと思いますので、まあゴールデンウィークにちなんだメッセージもお待ちしております。はい。まああの、有給なんかをね、使うともうだいぶこう長い まあちょっとこう、冬休みとかね、春休みではないですけれども、もう十何連休という方もね、いるようですけれども、はい。いやただね、こんなに休みあってもどこに行くのかなっていう、逆に心配になりますけどもね、お金と、まあ時間のね、時間のね、余裕があれば、えいい休日っていうかね、過ごせるんかなと思いますけれども、まあどうだろうね、我が家はね、うん、お金はね、 どうかな <laughs>、えー。この辺はね、家族で相談しないといけないところですけれども、まあでもこうどっか行きたいねなんていうね話はしています。ただまだ何も決まってません。はい、えー。もう早くもね、もうこの日は必ずここに行くって決めてますとか、えー、5月の子供の日の時は、えー、このイベントに出かける予定ですとか、はい。えー、今日の番組のテーマゴールデンウィークの予定決まっている決まっていない。はい。こちらでメッセージをお待ちしています。 さあ今日も沖縄市、小座上空、いいお天気ですね、えー、心地よいこう風が吹きながら、えー、昨日よりも若干気温が下がったのかな、まあ、それでもこう本当、涼しいのかな、まあ、過ごしやすいのかなという気がしますけどね、えー、最高気温、今日は二24度、きのうの28度から比べると、だいぶこう、ね、あの過ごしやすいんじゃないかなと思います。 まあの今日朝からあ取材でいろいろこう出かけてましてで昨日はね昨日で結構その汗ばみながら取材をしていたんですけど今日はねあまりこう汗一つかかなかったというか、まあ、ほとんどね、その風が通,り通るところっていうかねあの涼しいところでいたので、まあ、そうなんですけどもいやーもうね本当にもういろんなこう人を取材し,しながら声を、ね、拾っていくっていうお仕事ですけれども楽しいですねやっぱりね。うん まあ、あのご飯食べてる時だったりとかね運動してる時だったりとかであのゆっくりしてる時だったりとかね、まあそのまあ、場面場面臨機応変に、まあ、様子見ながらねマイクを向けていくんですけれども、まあ、この番組の中でもそういった、まあ、皆さんの声をね紹介する時間もありますので、えー、2時間の中でどこかで紹介できたらいいなと思います。 まあ今日ね、ちょっとこうまあ、いいニュースもあるし、でまたちょっとね、えやーっていうニュースもあるんですよね。まあこう、まあ、僕に身に起きたことなんですけども、あの携帯電話、えー、一応もう、なんていうんですかね、もう画面がですね、もうパズルみたいになってるんですよ、携帯電話のこの表面が、もいえばね、落としちゃって、まあ、ひび割れでみたいな。なんですけど、おーまあ、 しばらくねこれでも我慢するかと思っててさっきねスタジオに来るときにえ車から降りた瞬間にダダッっていう音がしてで携帯の音だと慌てて携帯取り出すと、えー、もう案の定またさらにこのパズルがね <laughs> なんか網だくじみたいなものがいっぱいできてるこの iPhone の画面に。<laughs> 阿弥陀ジとかスパイダーマンとかのねあのなんかクモの巣みたいな感じで出てますねもうね、はい、もうそろそろこう寿命ですね、はいえー、近いうち変えていきたいと思います、まあ、こういうねちょっともうイラン出費がかさばるからちょっとせっかく休みがあってもね、えー、あそこ行こうあっち行こうとかっていうね、えー、あんま気持ちな,なかなかこう向いていかないっていうはい まあ自分でね、起きたこと、やったことですからもうしょうがないですけれども、はい。えー、ラジオ聞いて皆さんも、携帯も落とさないように気をつけていきましょう。えー、アジクルタラジオ木曜日、今日も夕方6時までお付き合いください。 まあ何やらね、このゴールデンウィークで海水浴だったりとかビーチに行く、またビーチパーティー、バーベキューするっていう人もね、いるかもしれません。今日のオープニングは HY のこの曲からスタートしていきましょう。ホワイトビーチ。 アジクうと同ラジオ今日のオープニングは HY でホワイトビーチをお送りしました。この放送はお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディスクリニック、ソートバンク中野町の提供でお送りします。 さあアジクーターラジオ FM 講座のスタジオから DJ モーリーでお届けしていきます沖縄市のミミンさんミミン2号さんさよなら <laughs> 今 FM 講座の前パーカーメニューを、ねえー、通過していきながら、えー、車徐行してコリンザ向けに進んでいきました はい。久しぶりですね。はい。あの、沖縄市のミンミンさんとミンミン2号親子ということで。多分小学校のもう6年生だったな、きっとね。えー、なので、学校帰りっていうところかもしれませんね。はい。あ、そうですか。もうこの時間、あ、あ、もうじゃああれだ。明日から休みだな、これ。ゴールデンウィーク。いいな何するんだろうね、ミンミン2号。ね今の小学校6年生。どこに行くんでしょうか。はい。 えー、さあ、あのー、昨日なんですけど、僕はあのー、FM ギノワンの夜の番組にゲスト出演をいたしまして、えー、そこでアジラジの宣伝をしてきたんですけれども、いやー、なんかね、あのー、違う番組に出るっていうね、えー、メインじゃない席に座るっていうのが本当にこう、不慣れで、えー、質問される以外は一切喋らないっていうね。<laughs> 振られなかったらもう置物みたいになってましたからね。 はいまあ、そんなこんな、あのーまあ、ギノ乃湾のラジオ出ましてでそこでこの「ジクーターラジオの、ね」の番組の中身とでまた毎日こんな感じでやってますみたいなあと時間とかねあとアシスタントの特徴なんかを紹介していきながら、えー、ギノ乃湾の皆さんにもですね、えー、周知していきましたので、まあ、もしかすると昨日聞いてくれた方が今日番組に参加という形でねしてくれるんじゃないかなと期待をしております。 はい、ええー、どんな感じだったのかもね含めてメッセージお待ちしていますテントを頑張ろうかいさんからツイケスで「こんにちは昨日はお疲れ様でしたあっちは有名リスナーさん集結の番組だったんだね日頃耳にする名前が飛び交っているんで、えー、驚きましたやはりアウェイ感ありありでしたな、えー、今日チャラ見休みということで、はい、あの屋良あゆみさん今日仕事でお休みでございます」。はい まあ、フリーのね、えー、アナウンサーさんですから、はいまああのー、ラジオもそうですけれどもそれ以外のね、えー、大切なお,しお仕事もありますから、はいまあ、いいことじゃないですか、まあ、今日一日をね久しぶりに DJ モーリーでお送りしていきたいと思いますさあ今日の番組のテーマ「ゴールデンウィーク予定決まっている決まっていない」はいこちらメッセージお待ちしています僕はですね決まってないですね うんあの「行こうね」っていう話をしているんですけどただもうどこそこにこの日に行くとか、えー、あんまりこう決まってないですよねその辺がね一応「行こうね」っていう気持ちの確認をしてるんですけどじゃあどこにするっていうもう具体的な話にまで全然なってないですまあこれからねちょっとずつこう調べていってだと思いますけどもね まあそんなこうゴールデンウィークが目の前に迫っているわけですけれども、まあ、前半はちょっとね、あのー、今週末か、えー、天気を下げなので、えーまあ、大丈夫かなと。ただ来週明け、えー、5月の3日以降かな。あ、2日以降か。 そうですねああ5月3日以降か、えー、火曜日以降ちょっと天気崩れるんじゃないかっていうね予報が出てますけれども後ほど天気の情報もお伝えしていきたいと思います、えー、今日もユーストリームの配信とツイキャスの配信もしていますので皆さんもどちらからか参加してくださいそしてラジオで聞いている皆さんはこちらまで761アットマーク FM コザ .jp761 アットマーク FM コザ .jp でお待ちしております ま家族でねこんな風にま話をしている途中ですとか、いやもうあのすでにもう予約しましたとかね、えー、そういった情報があればメッセージを待ちしています。さあ時刻は４時１６分になりました。続いてはメッセージのコーナーです。 さあ毎日4時15分から始まるこのコーナーメッセージ、えー、世の中に起こっているいい話感動する話、まあ、聞いた話ですけれどもああこれもめっちゃいい話だったなっていう情報をお待ちしているそんなコーナーですでまた僕がですね、えー、気になった記事ニュース起きた出来事のお話していく、まあ、そんなコーナーでもありますこのコーナーナは アイレディースクリニックの協力でお送りしますさあ今日の朝刊に掲載されていたこんな話題傷んだ野菜ミニ動物園にというそんな見出しです、えー、八重瀬町議事の農産物直売所アグリハウスコチンダがミニ動物園を無料で開放しています親子連れに人気で集客にも一役買っていますが農家が 丹精込めた売り物の野菜が傷んでも捨てずに餌として与え糞などを肥料に回すエコなリサイクルが注目を集め全国から視察が相次いでいるそうです。県全域の農家の新鮮な野菜や卵を求める客が訪れるおよそ1,300平方メートルの直売所建物を奥に抜けた屋外におよそ1,000平方メートルの動物園があり 馬やヤギ、県指定天然記念物の鶏、チャーン在来豚、アグー、リクガメ、ウサギなど計60匹以上を飼っています天気が良い週末は周りの草を摘んで柵越しに動物に食べさせたり飽きずに眺めたりする家族でにぎわいますお母さんの買い物待ちをするパターンが多いですねと社長の諸見里治さん 平日でも地元の八重瀬に限らず那覇やハエバルトミグスクなどから保育園のバスが訪れ、えー、順番を待つこともあるほど大人気なそんな場所です直売所は2003年頃にオープン経営は順調でも傷んだ野菜など最大で400キロを生ごみとして捨てざるを得ない日もありました諸見里さんは量や処分費よりも心のこもった野菜もったいない と悩んでいます近くの養鶏場モロミザ里ポートリー社長でもある諸見里さんは2008年頃ろ鶏、えー、粉を肥料化するリサイクルが直売所にも当ては,当てはまるのではと廃棄物を餌にヤギや馬を直売所そばで、えー、飼い始めると客が楽しんでくれました他の動物は人から譲り受け囲いは古い養鶏,養鶏用のケージを再利用 捨てていた野菜はすべて餌になり、ほぼ追加の出費もない。糞などは専門業者に送り、肥料に変えます。全国的にも傷んだ食材の処分は直売所共通の課題。口コミで評判が広まり、10年頃から、2010年頃からは岩手や新潟、神奈川などで直売所を営む人々が先進例として視察に訪れます。諸見里さんは、いい野菜で元気な動物。 他で見ることができない自慢なのでぜひ来てほしいと笑いました、えー、アグリハウスコチンダの話題ですはい、今日の沖縄タイムスの地域面ですね22面をご覧いただいてね、えー、欲しいなと思います農家の心のこもった品生かすアグリハウスコチンダの話題今日はお送りしましたまあチャーン ね、ウルマシーなんかもね有名だと思いますけれども、チャーンだったりとかヤギだったりとか陸亀だったりとかね、まあ、いろんなご動物がいるということでございます。まあ、今週のねこれから始まっていくゴールデンウィークの選択肢の一つに入れてみてはいかがでしょうか。メッセージこのコーナーはアイレディースクリニックの協力でお送りしました。 さあラジオネーム青野軍団さんいただきました今日の E, e メールですねメッセージは初めてということでこちら青野軍団さん、えー「チースモーリーチース iPhone 画面割れたわけ石川によ iPhone の修理屋あるぜ安いみたいよ分からんけど」<laughs> なんか言いますよねこういう人ねあっち見たよ分からんけどみたいな <laughs> 責任半分みたいなね えー、てか、姉さん、仕事で休みここは仕事じゃないわ。えー、モーリーと喋るよりも、向こうを取ったわけね。かわいそうに、ね。かっこ笑い。はい。まあ、そういうふうにね、あの言われたら、おい、よさやーってなるんですけど、まあ、でも、話を聞いていくとね、ああ、もういい,いいんじゃないみたいな。しょうがないんじゃないっていうね。<laughs> そんな感じですよ。はい。 あのまあ、アシスタントさんそれぞれね、えー、いろいろな、まあ、職業というかお仕事じゃないですかでやっぱりこうチャンスをねやっぱりう掴んでいただきたいなという、はい、もう僕個人的にはもう親目線ですから <laughs> なんかパートナーというよりもねなんかこう親の立場にいるような気でいますからね、はいえーまあ、どんどんね大きな仕事を掴んでいただいてで、えー、このアジラジに。 還元してほしいなというね。そんな思いがあります。からはいまあ、今日はお休みでございます。でもね。何の仕事が聞いてないんですよね。来週来週ね。聞いてみましょうね。うん。あれだね。別のラジオ番組にゲストだったら受けるね。<laughs> はあってなりますけどね。はい、えー、この辺も含めて来週聞いてみたいと思います。えー、天テントを頑張ろう。会さん、今日のテーマゴールデンウィークの予定決まっている。決まっていない。 えー、決まっていないというよりも決めていない休むとしたら3,4,5あたりかなどこに行っても混雑必死だろうから家族でプチ贅沢な食事でもしようかな、えー、近場の公園かなということでラジオネームテン頑張ろう会さんからいただきましたはい。そうなんですよねもうどう考えても混むっていうの分かってますからねだからこれをどうするかですよねいやもう混んでるのわかるけど もう早め早めに行って去って帰るとかねうんもう混雑する場所っていうかねもう大体こう分かるじゃないですか穴場っていう穴場もねこの時期に関して穴場って言われてもっていう,うちょっとね感じではありますけどもそうなんだよなうんどこに行こうかな一応海も入れるみたいですよ今。 まあ若干ね海水冷たいという話もありますけどまあでも太陽がね出てたら、うん、まあいい感じかなと思ってますけどもね海行ったりとかまああと別れるかもねショッピングセンター系か、えー、ちょっとこうアウトドア系というかあのー、北部方面に行って海行ったりとかね、まあ、またはギヌワンのトロピカルビーチだったりとか、えー、チャタンだったりとかね その辺のこういえばアウトドア派とインドア派とあとこうなんかイベントに行くっていうねまあ後ほどこの沖縄市で開催されるイベントもお知らせをねしていきますけれどもいろいろ分かれるかもしれないですね今日の番組のテーマ「ゴールデンウィークの予定決まっている決まっていない」はいこちらでメッセージお待ちしていますメールの宛先は 761‐fmcoza.jp 七六一アットマーク fm コザドット jp でお待ちしています。沖縄市のミ民民二号さんからいただきました。えー、モーリーさん、ミ民民二号です。あ、岡の携帯からねメ、えール送ってるんですね、えー。見てくれてありがとうございます。今日も無事学校終わってきました。えー、僕のゴールデンウィークは決まりです。モーリーさんのお家に決定。美味しいごちそう楽しみです。 よろししくお願いしますそれといつかわからないんですが美ら海行く予定ですでは今からいいところで行ってきますはいいいところどこに行くんですかね気になるねこれがちょっと気になるな小学5年、ね、6年生のこれからいいところで行きますどこ行くんですかねパン屋ーかな <laughs> スコーン買いに行かな何でしょうねいいなあ 何でしょうね気になるなはい、えー「我が家に決定」というね話ですけども南城市まあまあ遠いですよ、うんあのー、一度来たら分かると思いますけども、はい、大島とかね、えー、天ぷらがおいしいところとかあとそうだなああの玉城から見える海だったりとかね地面、えー、だったりとかこの景色とかっていうのはもう最高ですから。 まあ、晴れた日なんかは、ね、いいんじゃないかなと思いますけれども1回来てほしいね1回来てあこんなに遠いんだとかねあこんなにあの,のどかなところなんだとかそういうふうにこうちょっと1回こう見てもらいたいですね、えー、こちらも行きましょうラジオネーム名古屋のダンサーズさんからいただきました、えー、モーリーさん昨夜は大変お疲れ様でしたさすがプロのトークでしたねフリムーン MC 人の ぐだぐだなトークと品格が違います <laughs> あの。昨日ね、<laughs> FM ギノ能ンのフリムーンラジオという番組に出させていただいた時のお話なんですけどね。えー、テーマ、ゴールデンウィークの予定、決まっている決まっていないですが、長期で出かける予定はないですね、えー。去年は沖縄に10泊11日間いましたからね。ただ、フリムーンラジオ中継でお出かけ放送もしますよ。 しかも名古屋から飛び出します。詳細は5月の4日水曜日夜9時からの放送をお楽しみに。それではということで、えー、ラジオネーム名古屋のダンサーズさんいただきました。ありがとうございました。はい、昨日ね、この番組に毎週なんですよね、えー、電話つなぎで出ていただいていて、で名古屋の状況だったりとか、えー、もうすごい番組なんですよ、とりあえず。 もう諸内縄口の番組とこの名古屋のねえ名古屋ダンサーズさんでまた他のこうディスナーさんとお電話をつないでえまあいわば名古屋の鉛と沖縄の鉛がどちらもこう歩み寄ることなくそれぞれの目線でえ言葉を発しそれが通じてるっていうねこれはなんかすごいなと思いましたね。 まあ、沖縄だけの情報ではなく県外の情報もゲットできる、まあ、そんな番組ですね。はいえー、また来月ね、えー、時間を見つけて <laughs>、はいあのー、遊びに行けたらいいなと思います。はい、いや昨日ね、本当に、ね、刺激になったよ、マジで。フェイスブックにも、ね、書きましたけどもね、はい。ありがとうございました。 まあ県外だったらね、あのー、電車一本でとか新幹線でとかありますけど、沖縄の場合はまたこう、海がありますからね、飛行機乗ったりとか船だったりとかなりますから、まあこの辺もね、あのー、まあ醍醐味っちゃ醍醐味ですけどね、うん。えー、今日の番組のテーマ、ゴールデンウィークの予定、決まっている、決まっていない。 はい、こちらでメッセージをお待ちしています。メールの宛先は76、761-at-mark-fm-coza.jp。761-at-mark-fm-coza.jp でお待ちしています。さあ、それでは今日の3曲目いきましょう。神の内大蔵で、空よ。 さあ時刻は4時34分になりました。アジクーターラジオ FM 小座のスタジオからお送りしております。今日の番組のテーマ、ゴールデンウィーク。予定あるない。はい。まあ、予定決まってますかっていうね。えー、もう休みは決まってるんだけど、まだどこに行くか決めてないなという方だったりとか、いや、もうこの日は絶対に休むとかね。 えー、まあ交代制なので別の人にお願いをしてとかはいもう予定が決まってる決まっていない、はい、こちらでメッセージをお待ちしていますメールの宛先は761アットマーク FM コザ .jp761 アットマーク FM コザ .jp でお待ちしておりますまあ今日はね柳見お休みということであのー、まあ柳見ファンの皆さんは、まあ、残念ですけれども柳見ニュース今日お休みなんですね まあなんですがラジオネーム山野達人さんという方から、えー、やらみニュースをいただいておりましてこれちょっと来週ねあのやらみに来た時に話していこうかなと思っていますのではい、えー、よろしくお願いいたしますさあここでプレゼントのお知らせ二つお送りしていきたいと思います東南植物楽園55ゴ,ゴ,ゴールデンウィークのお知らせですお子さんに大人気の ふふわふわバウンシーや巨大エアプールなどたくさんのアトラクションとイベントが開催されます日程は4月の29日明日から5月の8日までゴールデンウィークは家族と一緒に東南植物楽園で楽しみましょうそこで FM コザでは東南植物楽園の入園ご招待券ペアで3組の方にプレゼントいたします希望の方は今日中にメールで応募 ください、えー、懸命に東南植物楽園のチケット希望本文にお名前と連絡先を必ず書いて送ってください、えー、ただし FM 小山まで受け取りが可能または着払いで郵送可能な方とさせていただきます当選者は明日の「マイオアシスアジラジ」の中にて発表したいと思いますよ。 えー、今日限りの募集となりますのでご応募はお早めにお願いいたします東南植物楽園の入園ご招待券ペア3組の方でプレゼントしていきたいと思いますはいえー、たくさんのご応募お待ちしておりますそしてもう一つ沖縄こどもの国フェスティバルが今年も開催されます日程が4月の29日から5月の5日まで ただその中で5月の2日だけお休みとなっています。ゴールデンウィークの中、人気の動物たちや音楽ライブ、大道芸人さんによる楽しいパフォーマンスなどなど、お子さんも大人の方も嬉しいイベントが盛りだくさん。FM 小座ではラジオを聴いている皆さんにリスナープレゼント、こちらも用意しております。ご家族3名でご利用いただける招待券。 三組の方にプレゼントしていきたいと思います。えー、いよいよ明日からの開催になりますので、えー、こちら先着とさせていただきます。えー、子どもの国フェスティバル希望の方は、懸命にリスナープレゼント、本文にお名前、連絡先を必ず書いてください。で、また、あのー、期間中でもいいですからね、FM 講座に受け取りができる方、受け取ってからね、えー、お越しいただけるという方。 はいえー、いけるという方がいたらご応募お待ちしております FM コザの「E メール」まで761「#FM コザ」.jp761「#FM コザ」.jp でお待ちしております、えー、子どもの国と東南植物楽園のそれぞれの入園チケット、えー、こちらペアとなってますからね、えー、お早めのご応募お待ちしていますメールの宛先 もう一回ゆっくり言いましょうか。えー、メールの宛先はこちらです。761アットマーク FM コザドット .jp。はい。761アットマーク FM コザドット .jp でお待ちしています。まあ、のインターネットで fm 講座で検索をするとおーホームページがありますからねその fm 講座のホームページからまあ,あのアドレス等が、えー、下の方にかな載っていると思いますのでぜひこちら見ながらメールの投稿もお待ちしています。はい、い意外とね「あのー、えー、当たらないんじゃないの?」とかって言いながらね送らない人が、まあ、たまにいるんですけども送ったら当たるっていうことがね 本当にありますから。まあ、たまに、あのー、当選率 100%, 100の時ありますからね。<laughs> えー、5名の応募に3人しか来てないとか。<laughs> そういうのがたまにありますから。はいえー、一度はね、メール送ってみてはいかがでしょうか。7 6 1 f m c o s a j p でお待ちしております。さあ、こちらもう一つお知らせ。 パヤオ祭りのプログラムということで、あの沖縄市のですね、えー、合わせパヤオさん、明日パヤオ祭りが開催されます。朝10時からはチキンカレーの無料配布があるそうです。なんと5000色用意してるそうですよ。10時30分沖縄市のエイサーキャラクターエイボーサーちゃんと撮影会があります。 そして午前11時、ミスター・キナのマジックショー。11時25分、リューグーの使いのライブ。11時50分、草花チャリティーオークション。そして12時20分からは、マグロの解体ショー、および競り販売も行います。はい。もう、このマグロをね、えー、大きなマグロをこう、直に見て、 でこの砂く音、包丁が骨に当たるあの音とかね、もう迫力がすごいので,でまた、それでさば、えー、いていただいたマグロをですね、えー、競りにかけるということでございますよ。そして午後1時20分、大道芸人賢治の登場そしてその後はチュらさん娘、紅花進化などなどとなっていますあの。それ以外にもですね、ポンプ車、ジェットスキー、 パトカー子供用の白バイ、まあ、そういったものの展示も用意されているということですね。はいえー、ポンプ車、パトカー子供用白バイジェットスキー、はいまあ、こういったものをじか、まあ、で見ることができるということですね。まああのー、食事の心配もしないし飲み物も大丈夫だしでまた、あのー、舞台も、ね、楽しめるということで。はい。 もちろん入場無料のイベントですからねこちらもね足を運んでみてください沖縄市合わせパヤオのお知らせでございました明日パヤオ祭りが開催されますさあ今日の番組のテーマはゴールデンウィークの予定決まっている決まっていない青野軍団さんから、えー、今回のゴールデンウィークはさ真ん中になっているから交代で休みになってからさ自分はよ三五七って ハーーモの休みでよ、えー、3日は次男坊と映画行く予定してるわけさ多分よ仮面ライダー見るって言ってくらずあんな太ってる仮面ライダー見たくないんだけどやということで青野軍団さんはいあのさっきねあの保育園にちょっと取材に行ってきたんですけど多かったですねあのゴールデン行く予定決まってる人って聞いたらあのパパと映画行くっていうね話だったりクレヨンしんちゃん見に行くとか なんかこういう話とか出てましたねいいねゴールデンウィークに映画ってなんか僕らの小さい時はそういう選択肢すらなかった気がしますけどねどこ行ってたかなあ海洋博に行った記憶がありますねまだあのジェットコースターとか、えー、なんとかポセイドンあの船のねあの乗り物とかそういうのがある時代の話だったんですけど。 ゴールデンウィーク行く、ゴールデンウィーク行くって言ったらもう、いを履くか、ダイナ派に買い物行くかみたいなね、そんな感じだったと思いますけどもね。えー、青野軍団さん、3、5、7がお休みってことですね。はい。えー、まあでも一応終わるってことですね、ちゃんとね。うん。えー、こちらも行きましょう。ハイゼットさん。モーリーさん、ハイサイハイゼットです。 えー、ゴールデンウィークは仕事345休みですね、えー、とりあえず日曜日に家島に行きます何回行ってもゆりと青い海の景色は圧巻ですよね、えー、4日はおじいおばのお家にいとこ同士で集まりバーベキューです父ちゃんが馬から牛からアグーから、えー、肉冷凍庫にストックしてあるから楽しみさオールスターですよ はい、ラジオネームハイゼットさんからいただきましたいいですねちょっとこの本島からね、えー、まあそんなにこう長くではなくて短い距離でね、あのー、船で行けるところとかっていいですね離島とかねあいいねゆり祭りねあのー、まあ家島もそうですけれども剣総号の方でもね鉄砲ゆりが多分咲いていると思いますので 意外といいんじゃないかなと思ってますけどねいやーまたあれでしょうねゴールデンウィーク明け結構このお腹がね出ていたりとか食べ過ぎでなるかもしれませんねはいまあでも家族のいい思い出を過ごしてもらいたいなと思いますはい、えー、ラジオネームハイゼットさんありがとうございましたえー、リクエストは「スーパージュニア」でいいんですかこれの曲をということで頂い,いております お、なんか曲があるみたいですね。あただこう目当ての曲がなりませんねこれね。はいうこ、えー、で,はでは時間まで1曲お送りしていきたいと思います。 さあリクエストとは違いますがスーパージュニア、えー、ドンヘアンドウニョクのナンバーでアイワナダンスをお送りしました、えー、CM の後はまだまだ生放送アジラジ今日の番組のテーマゴールデンウィークの予定決まっている決まっていないでお送りしています アジクータラジオ木曜日の放送をお送りしております今日の番組のテーマ「ゴールデンウィークの予定決まっている決まっていない」はいこちらでやっておりますこのあと6時までとなってますからねえー、自由にいつでもコメントお待ちしておりますまああの柳恵美さんいつもねいますけども今日はまたお仕事で <laughs> まあこのラジオも仕事なんですけどね。はい。まあ、別の仕事で、えー、お休みということで、えー、今日来ておりません。また来週の登場後というところですね。はい。えー、さあ、こちらメール紹介しましょう。ハ、は、イ、い、セイモーリーさん、スタッフさん、ディスナーの皆さん、ウーソーライオンです。ウーソーライオンさん。初めてですかね。ありがとうございます。えー、久しく東南植物楽園行ってないから行きたいよ 連休は必ず5月の4、5は喧騒のドームと決まっています。えー、雨でも屋根付きだからバドミントンや、えー、インディアカインディアカなどみんなでスポーツして楽しんでいます。子供が小さい時からその過ごし方は変わりません。えー、ちびっ子が楽しめる輪投げなどもありますよ。えー、明日はビオスの若と決まっています。 えそうなんだ、えー、ハイジキドリの長いブランコ楽しいよじゃあまたということで、えー、ラジオネームウーソーライオンさんいいたただきまましたありがとうございますすごいねもうずっとこれが決まってるっていうね定番になってるってことですよねまあでもあれですねあの自然と触れるようなところに行くってことでしょうね美容室のほもそうですしケンソーなんかもねまた一 いっぱいしそうだな共にうーんなかなかあの仕事だったりとか、まあ、子どもたちもね体育はあってもこの自由にもフリーでベルがね鳴ることなくうー、まあ、バスケットだったりサッカーだったりバドミントンだったりとかいろいろできるじゃないですかまた広いですからねまたこうお父さんお母さんなんかと一緒に行くっていうのもね楽しみじゃないですかねきっと。 えー、ラジオネームウーソーライオンさん東南植物楽園のチケット希望ということで、えー、じゃエントリーというところですねはいありがとうございます今日中にメールを送っていただいて明日朝の放送マイオアシスそしてこの今やっているアジラジの中で当選者発表しますので、えー、今日送っていただいた方も明日の放送をまたちゃんと聞いて、えー、いただきたいと思いますはい 当選したかどうかね。はい、えー。こちらも行きましょう。ラジオネーム中村さんからいただきました、えー。ゴールデンウィークはカレンダー通りですが、お金がないから単発アルバイトしたいと思います。お金がないと辛いね。単発のバイトね、何があります？ねえ。どんなですかね、あのー。 休みが欲しいのか、仕事、お金、要は単発のアルバイト、どっちがあれですかね欲しいですかね例えばこうゴールデンウィークは一日休みがあります。お休みがあればいいのか、それとも、あの、一日バイトしませんかみたいな。まあまあいいぐらいの、あの、アルバイトみたいなね。えー、日給8000円とか。 デイジーリアルな金額ですけどありますとかねどっちがいいんですかね、えー、やっぱりねお金もあって休みもあってっていうのがね最高じゃないですかあお金ちょっと厳しいんだよなだからもうこっちしか行けないんだよなっていうねパターンもありますからまあでも保育園とかねあと小学校とか中学校とか高校とかかもう学校 子に通っている子供たちはお休みになりますからねいったらねねったお父さんお母さんとしてはその辺も考えないといけないっていうね昼ご飯だったりとかねはいえー、こちらもいきましょうラジオネームみんみんさんお子さんじゃなくてお母さんの方ですねモリ、えー、さんお母さんが あ違うか耳2号か、えー、お母さんが昔はグランドパークに行ったと言っていましたあのこれはいいところだったそうですグランドパークグランドパークってどこでしためっちゃ聞いたことありますねグランドパーク1回は行ったらずなんですけどねどこだったかっていうのはちょっと覚えてないですねこれね 耳、えー、2号ちょっとお母さんに聞いといてあのグランドパークってどこねって今のどこねってね <laughs> めっちゃ聞いたことあるなグランドパークって何だったこれ、えー、さあこちらも行きましょうラジオネームマルコさん、えー、モーリーさんこんにちはマルコと言いますいつも楽しく聞いていますあじゃあこちらもはじめっすはじめージ <laughs> 初メッセージありがとうございます、えー、東南植物楽園の招待券希望します、えー、ゴールデンウィーク全く予定立てていないので当たったら嬉しいな子供三人と楽しめたらな、えー、リクエストもクリスタル系の何度でもあればよろしくお願いします、はい、ラジオネーム初メッセージですね、えー、マルコさんからいただきましたはい えー、東南植物楽園の招待券希望ということでもうですね今日ちょっとメールが、あのーまあ、3組に当たるというね、えー、ことですけれどももうすでに3名様が、えー、投稿してるっていうことですねはいまああのその楽しみの続きも明日はい、ぜひあの当選者の発表がありますので聞いていただきたいなと思います当たるといいですねはい さあ、それではエンディングの曲、ラジオネーム、これは、マルコさんからいただいた曲のリクエストでいきましょうか。えー、クリスタル系の、何度でも、この曲で、4時台はエンディングです。この放送は、お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニック、ソートバンク、中野町の提供でお送りしました。 Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1. Come up action. さ時時刻は5時です、えー。ちょうど仕事が一段落っていうかね、えー、落ち着いてきた時間でしょうかねそれとももういいもうパタパタしてますよっていう,うそういうところでしょうかねはい、えー、まあ FM 小座のスタジオ FM 小座のあちがいやパーカベニーの入り口にありますからねガラス張りになってますから、えー、これから国道330通りますという人がいたら ぜひスタジオもねちらっと見れたり信号待ちに信号にかかると待ってる間にずっとね見ることできますから毎、はいえーまあ、回2回とかね通ったことがあるとかっていう人がいたらまた FM コサのメールのアドレスに、えー、メ,メールのアドレスを覚えていただいて、えー、番組までメッセージもお待ちしていますちなみに今日の番組のテーマゴールデンウィークの予定決まっている決まっていない はい、いこちちらでお待ちしています。4時台ねあのメールいただきましたけどもう明日はどこどこ行きますとか3日はこ,のここに行きますとかね4日はこっちですっていうもうはっきりしっかり決まってる人もいましたね。あの子供の日がね5月の5日かありますけど大体まあ県総合とかあと小山運動公園とかの方だと多分子供たちは 入場無料でね、いろんなものをこの施設っていうかね、えー、入場できるんじゃないかなと思いますので、えー、ぜひ県総合のホームページまたは小沢運動公園の、えー、ホームページとご利用いただきたいと思いますさあメール紹介していきましょう昼間の奥さんからいただきましたはいたいモーリーさんはいたいはいさい、えー、昼間の奥さんよ時々風が強く吹きますねあなたの場所からパンチラ見えますか はい。<laughs> こっちから見えないねはいもう全然見えないもう僕のところからほぼ上半身しか見えないですから、はい、どんなに強く風が吹いても全く見えません、えー、テーマ「連休」「どこも小物よね」「分かっちゃいるのに日本人って流行りに乗らないと気が済まないのかな」「イベントの場所で並ぶと「はああ疲れた」のセリフを言われるのが嫌なので誰も行きたい場所提案しなくなりました。 例に漏れず安村製菓5屋店もカレンダー通りに休みますどうせ来ないでしょ明日は伸ばし伸ばしにしていたライカムの串揚げ屋さんに4月生まれの私たち夫婦の誕生会、えー、自分でフライするんだって、えー、土曜日は普通に仕事さ本当の連休は345だね、えー、女子中学生女子高校生と熟年夫婦が楽しめる週末ってどんなのかなということではい。 ヒールマネ奥さんからいただきましたもうお家がいいんじゃないですかお家で何かね家族で何かやるとか、まあ、昔、まあ、小さい、まあ、中学校高校やらないかやらないかあ小学校とかだったらねなん,かなんていうのトランプやったりとかドンジャラやったりとか。<laughs> そんなにあった記憶がありますけどねカルタ。カルタは正月か。何やったんだろうね。あもうでもあれだな。もう小さい頃はもう、海洋博か、大ナ博かみたいな。もうその2曲でしたからね。それ以外選択しなかったからな。まあでも、お子さんがいるところはね、特にあの中学、高校と、部活じゃないですか。どんなかな。ねちょうどもう、 夏のあれじゃない中大連に向けて、ね、中学校だったらでまた高校生は高校生でインターハイに向けてっていうね練習付けじゃないですか多分最高学年の皆さんとおいえば先輩と過ごすもう残り数ヶ月のいえば時間ですからねまあ在校生っていうかね2年生1年生はまあ部活やってるんだったらちょっと,と、ね、練習試合だったりとかいろいろこうねあのー。 組まれてるんでしょうけどね。どっちがいいんですかね。うん。えー、こちらも行きましょう。ラジオネーム。沖縄市のミンミンさん。あ、ミミン二号からいただきました。えー、グランドパークは恩納村にある今の大学院大学って言ってましたよ。皆さん、わかりますか。そこで仮面ライダーとか見たと言っています。はい。えー、沖縄市のミンミン二号の。二号から。 えー、メールいただいているんですけれどもそのお母さんからね、えー、グランドパークの話をというところですねあれだグランドパークってあのー、まあ今年もピースフルがね、えー、沖縄市の野外ステージの方で、えー、7月の第2の土曜日と日曜日に開催していきますけれども、まあ、そのピースフルのきっかけとなったあーイベント 紫ナウ紫さんの復活ライブがこのいえば最初のピースウールだったんですよね。でその場所が確かグランドパークだったような気がするんですよ女ソ村の。そこでね、まあ、米兵とかもううちなんちゅうとかもう入り乱れながらこのライブをねやったっていうすごい伝説のライブだったっていうね話は伺ったことありますけれども、まあ、確かその場所がグランドパークじゃなかったかな。 えー、ラジオネーム沖縄市のみんみん2号メッセージありがとうございました、はい、ではではそれではこの紫のナンバーから一曲曲をお送りして5時を始めていきたいと思いますこの放送は社会福祉法人人福祉会道代保育園社会福祉法人人福祉会花風三里保育園の提供でお送りします さあそれでは紫のナンバーで Find Your Way さあ5時のオープニングは紫のナンバーで Find Your Way をお送りしました。 さあだ,んだ,んだんだんとこう日差しが柔らかくなってきたかなと思って一回こう外出てみたんですけどね、えー、まだ暑いですね、はいえー、5時15分ですけれども、はい、これからちょっと帰る皆さんちょっとこう日差しが眩しいんじゃないかなと思いますけれどもね、はいえー、眉間にしわ寄りすぎないように、はいえー、気をつけていきましょうさあ今日の番組のテーマはゴールデンウィーク予定がもう決まってます 決まってません。はい、こちらのどちらかでメッセージをお待ちしています、えー。なんちゃってテーファーさん、モーリーさんこんにちは。なんちゃってテーファーです。あゆみさん、今日休みなんですね。残念。はい、そうなんですよ。あ、やらいみね。はい、昨日はまた大やあゆみで。あ <laughs> ゆみ続きっていうね、水木ね、えー。来たよ、来たよ。明日から待ちに待ったゴールデンウィークが、明日から10連休。世の中は。 えー、自分は10連勤。ゴールデンウィーク何も関係ないよ。あげジゃビオ連休いいな。俺も3日4日5日だけでも3連休したいな。みんな羨ましい、えー。子供と遊びに行く予定もできずごめんよ。イケメン息子よ。来年は3連休取れるようにさ頑張るからさ。モーリーさん、来年こそは3連休取れるようにエールください。じゃあまたねということで。はい、10連勤って鬼だね。 あのたまに1ヶ月休んでないっていう人いるじゃないですか。考えられない。<laughs> 本当に。1週間休みがないっていうのも、まあまあ、しんどいんじゃないかなと思ってますけどね、どうですかね、10連金ってなんか考えただけであれだね、もう考えないほうがいいんじゃないこの,あの10連金だっていうこと客観的にね、こう数字で見ると、 もう果てしないからね10連勤10日連続っていうのがねうんいやあのー、まあここ最近なんですけどね、えー、朝早く家を出てで取材に行ってでラジオやってで打ち合わせ行ってでお家に帰るのがだい,たいこう夜の11時とかで寝るのが1時前とかなんですけど もう最近ほとんどあの娘が起きててる時間に帰れてないんですよ、ね、あもうそれだけがちょっとね今本当に気がかりというかわあ気になってるなもうちょっとね、あのー、起きてる時の姿だったりとかえ豊、ー、択をねしたいなと思うんですけどでまたそのね、あのー、お家どのことを大体こう嫁がやってくれているのでいやま大変だろうなと思いながらまあでも ね、仕事だから帰れないしっていうことで、えー、そんなこう最近の毎日なんですけどあんまり難儀とかちょっと思わないんですよねうんなので「忙しいね」って言われるんですけどあんま意識として忙しいっていうつもりじゃないっていうかねんまあおふおっていうかもうオフみたいなものなのかな <laughs> 常にね。 どうなんですかね、うん、がっつりこの時間からこの時間までっていうふうにまあ僕の仕事はあんまり決まってないですからねまあ時にこう外に行ったりとか、まあ、時にこうおーデスク枠じゃないですけどねずっとこう室内にいることがあったりとか、まあ、そのなんかこうランダムになんかやってる気がするのであんまりこう、ね、仕事仕事っていうイメージもねないんですけどね。 まあ今月はちょっとねこの10連勤に及ばないにしても、まあ、休みが、ね、ありがたいことに仕事が入ってたっていうことで、えー、休みらしい休みがねさ、えー、る日曜日ぐらいかな、うん、今,今週かさる日曜日に、まあ、ちょっとこう家族でねゆっくりできたかなとい,いうぐらいでしたけどね、えー、なんちゃってテーファーさん、はいえー、アドバイスとしては10連勤。 と考えないようにはい <laughs> 11日後には休みがあるんだっていう意識で、えー、頑張ってほしいと思います、えー、ラジオネームひろしさんモーリーさんハイサイグランドパークあったな小学校の遠足行ったなみんなでお化け屋敷で騒いだ、えー、女子と手をつないでよいい思いで、はい、さっきね沖縄市のミンミンさんがあグランドパークというねあのフレーズを送っていただいたんですけど 女そうなんですね、まあ、今の大学院大学ねえー、何でした ?OSTI みたいなねそんな感じあるじゃないですかめっちゃ大きなところね一回こうなんとかなんとかっていう <laughs>、えー、行けるときがあるじゃないですかそうそうそうそ,うそんな感じのときに行ったことがありますけどねもう広すぎて 端から端まで行ってないんじゃないかな。あまりに広すぎて。えー、さあ、こちらも行きましょう。ヤーマーさん。ヤーマーです。東南植物楽園のチケット応募します。また当選したいです。お願いしますあ。モーリーさん、イラブ島行ってみてくださいよ。はい。ラジオネーム、ヤーマーさんからいただきました。もうね、ヤーマーさんはね、なんかこう、当選者っていうイメージがめっちゃあるね。本当に。 これまでの FM 講座のプレゼント結構当たってますからねまあでもあのその辺は、えーまあ、うちのスタッフももう公正なるねあの抽選をいたしまして、まあ、それたまたま山田さんが、ね、当たってるっていうそういうことですからもう皆さんにね平等にあの当たる条件は一緒ですから、はい、楽しみにしておいてほしいと思います、えー、こちらもいきましょうラジオネーム 金物屋さん。お疲れ様です。金物屋です。森、えー、ゴールデンウィークの予定は、子供の部活の試合の送迎以外、予定なしですね、えー。ここ何年かはそんな感じのゴールデンウィークですけど、小学校4年生の息子もいるので、何か考えなければ。ああ。ねえ。何かね。何がいいんですかね。そっかー。 あの体験とかどんなんですかね、あの子どもの国、えー、ワンダーミュージアム、まあ、今回ね、このゴールデンウィークの期間中に、またちょっとこう面白い、ねえー、試みというか、あるらしいので,で、また先ほども、東南植物学園のプレゼントのお知らせ、ね、入園券の話をしましたけど、子どもの国も親子が楽しめる、えー、ペアで3組の方にプレゼントという。 もものもありますからねまたこちらも応募していただけたらいいんじゃないかなと思いますよ。やっぱりトゥゲザーするのがねいいんじゃないかな。一緒にどこどこ。一緒に作るとかね。一緒に見るとか。何を見たかっていうよりも誰と見たかみたいなそんななんかいい言葉ありましたよね。<laughs> 誰だったか忘れましたけど。 何を見たかじゃなくて誰と見たかっていうね後々振り返った時にねはいまあ意外とあの新聞広げてみたりとか先週の木曜日かな琉球新報沖縄タイムスそれぞれ副読誌がありますからゴールデンウィークの,あの穴場スポットとか、えー、こここんなことやってますとかね結構情報載ってますので、まあ、こちら調べていただけたらいいんじゃないかなと思いますよ。 はい。さあ、ということでメールはこんな感じかな？そうですね。はい、こんな感じで、えー、いただいております。今日の番組のテーマ、ゴールデンウィーク予定、もうすでに決まっています。または決まっていません。はい、こちらでメッセージお待ちしています。メールの宛先は761アットマーク fm コザドット。jp761 アットマーク fm コザドット。jp でお待ちしています。 あの毎週日曜日僕はあの唯一こうテレビの中で楽しみにしている番組がありまして「ワイドなショー」毎週日曜日の午前10時からやってるねえ番組なんですけどもまあ,あのメイン MC まあ、メイン MC とか、まあ、司会は東野浩二さんがやってでお隣にアシスタントでフジテレビの、ね、アナウンサーさんがいてで、えー、ゲストがたくさん来るっていうでまた世の中で起こっている芸能だったりスポーツだったりとかあ、まあ、本当に時事ネタなんかが、ね、すごいこうたくさんあってそれがそれぞれのこうコメンテーターというか回答者の方がそれぞれの目線であのお答えしてくれるのですごいこのニュースが分かりやすいんですよね。 で賛成の人の意見反対の人の意見というのがすごいこう明確になっていて分かりやすいなでしかも面白いな笑いもあるしっていう感じで見ているんですけどお今月17日に放送を予定していたが熊本地震の影響で休止となっていた安倍晋三首相が出演するフジテレビ系ワイドなショーが、えー、今度の日曜日5月の1日に放送されることが決まりました。 この番組は14日の夕方に東京・台場のフジテレビで収録され17日に放送予定でしたが14日夜に発生した熊本地方の地震の影響で放送前に休止が決定報道特別番組が放送されていました安倍首相はコメンテーターの松本人志とはこの日が初対面 先日行われた安倍首相主催の桜見る会などいくつかのニュースについて松本をはじめとした出演者たちと語り合いました番組終盤には出演者たちから安倍首相へ質問するフリートークが実現するなど終始和やかな雰囲気で収録が行われていたということですゲストコメンテーターとして山里亮太南海ケンディーズ、えー、古市さん、えー、指原理の MC は東野幸治アナウンサーは山崎由紀アナウンサーということですね。そうでしたよね熊本地震のおが起きてで最初のこう週末の日曜日ということでその日は、まあ、特番になりましてでワイドナショーが、まあ、この日は、ね、お休みになってで翌週からみたいな、ね、そんな流れでしたけれどもその17日に放送予定だったあ会が今度の日曜日に 放送されるとということですねでゲストコメンテーターに安倍首相もやってくるということですね。まあ、どんなことを、ね、聞いたのかっていうのがすごいこう楽しみですけどね、えーまあ、休みどっかに行くっていうイメージの強いゴールデンウィークですけれどもお家でで、ね、ゆっくり家族団らんでとか、えー、掃除に時間を充てるとかねそういったことでもいいんじゃないかなと思います。えー、ラジオネーム MJ さん はい、さあ DJ モーリー MJ です。ゴールデンウィークの予定、キングスの試合を見に行く以外は、ガラ空きだよ。晴れたらさ、ノンアルコールビールも、えー、もう、サンセットビーチに行きたいんだけど、雨降ったらよ、超暇、アジラジに遊びに行こうかね。そしたらラジオに出してよ、面白いこと何も喋れんけど、ということで。はい。絶対喋らないはずね。<laughs> っていうか、スタジオに入らないはずね。 そもそも、ね、そそねんな感じがしますね。さあということで今週末かなキングス、まあ、試合があるということなんですけれどもちょっとこう情報を見てみましょう。はい、えー、今週末は4月の30と5月の1日というところですね。えー、ゲームスケジュールということでキングスのホームページを見ていますけれども。 えー、4月の30日、5月の1日、えー、沖縄市の体育館で行われますね、えー、土曜日が夕方6時から日曜日が午後1時からとなっております、えー、プレーオフ2016ファーストラウンドということで、えー、キングスの対戦相手金沢サムライス。はいそんな チームと対戦するということで、すねはい以上ででございいいますあ<ー>あととうことで、まあ、あのいろいろ、ね、イベントがありますからね、ねまた皆さんもどちらかに行っていただいて、はい、楽しいゴールデンウィークを過ごしてほしいなと思います。まあとあと振り返られるようにこう写真撮ったりとかね。 あの思い出にの残ってあとあと見返したときにああここ行ったなっていうねそういったものがあのいっぱい生まれたらいいなと思いますねさあツイキャスの皆さんも紹介していきましょうか、えー、ボードゲームやるのもいいなるほどお、えー、ディスさんコミュニティ f フムどこを聞くかではない誰を聞くから なんか名言名言が生まれてますね <laughs>、えー。何を見たかより誰と見たかいい言葉だということで皮フーミーさん誰が言ったか忘れましたけどね誰かが言ってましたよ。<laughs> 間田光男だったかなはい、えー、はい以上でございますありがとうございましたさあこの後5時30分からは えー、子どもたちの元気な声を紹介する、未来家内のコーナーです。はいえー、今日はですね、あのーまあ、僕が子どもたちにインタビューをしてきました。はい、もうね、子どもたちのこの元気良さに、もう三十七歳、もうたじたじですで、あのー。今、この保育園生の中で、こんな風にじゃんけんの掛け声をやってるんだっていうのがありますので、こちらを聞いていただきたいと思います。 カフー道保育園プレゼン,ツレゼンツ未来家内さあということで5時30分になりましたこのコーナーは未来家内社会福祉法人人福祉会道ち保育園社会福祉法人人福祉会カフうみさ保育園の提供でお送りしますさあ今週はずっと沖縄市の東原にあります道ち保育園の元気な子どもたちの声を紹介しています え今日は子どもたちにマイクを向けてみました、はいえー、僕が質問したことに対して子どもたちの今の、ね、かん気持ちをですね、えー、声にしていただきましたよ、えー、それでは聞いていただきましょうどうぞはい、えー、じゃあお名前お願いします。 前原ゆずきです。前原ゆずきくん、えー、お母さんに一言い。いつも料理作ってくれてありがとう。お母さんの料理何が美味しい?うん。豚丼。豚丼が美味しいの?。よく作ってくれる? <laughs>。ごめんごめん。はいはい、さあ、次。えー、お名前お願いします。トーマーアイキー。トーマーアイキー。 あいきお母さんに一言お願いしますいつもおいしいご飯作ってくれてありがとうお母さんのおいしいご飯何が出ますか目玉焼き目玉焼きお母さんは目玉焼き得意なんだじゃあお母さんにありがとうって言ってごらんありがとうはい次じゃあ自己紹介お願いします原垣理工ですお母さんに一言 いつも料理作ってくれて。お母さんの好きな料理なんですか。親子丼で。親子丼なの？いつも作ってくれる？<laughs> じゃお母さんにありがとうって言うか。ありがとう、ありがとう。<laughs> はい、じゃあ次。はい。はい、名前だけで。あらかげゆずは。ゆずは、お母さんにじゃあ一言。ぶたです。じゃ <laughs> あ次。 次はいじゃ次はいお,お名前お願いします、はい、ニカはお母さんに一言お願いします <laughs> ニカ足かいの足かゆいの <laughs> お母さんに一言お願いします <laughs>、はい、照れておりますじゃあ次もういない もういないか、はい。はい。ひやねみゆです。ひやねみゆちゃん、えー、お母さんに一言。もう一回やりたい。もう一回やりたい。ありがとう。はい。もうないかな？もうな,もうないかな？はい。ありがとうねみんなね。はいこの後体育頑張ってね。

夏場のおかしょでけたことし、に落としても壊れてるだだ座れてもた。壊れ,<何>壊れるけど車でたた妹妹にさ,指さ、に指さ、組まれたら痛いいの、うん

えー、餌もあげてる、うん、ご飯あげてる、ね、うんエビはゴミ食べるそうなのエビ、ゴミ食べるうんゴミ食べたらしてねよケイシーたちも何かいる動物つばたちいないつばたちいない俺も、うん、いないペットいないうん

このハンバーグちっちゃくてかわいいかわいいねこのハンバーグミニハンバーグこっちのはもっと大き <laughs> おいこっちはこれね大きいねアイキーつまりもっといないいアイキー自分でさコロッケ作ったことあるしそう<嘘>あとさフ,フライパンでああのさあれでさぐつぐつ炒めるのはお母さんが さあ未来課内のコーナー今日はですね沖縄市東原道ち保育園の子どもたちの声ということなんですがあの母の日のです、ね、似顔絵をちょうどこう描いていてでそれがショッピングセンターの方にねあの後々こう掲示されるということなんですがその母の日の似顔絵を描いていただいた後にお母さんに一言ということでマイクを見てたい ね、向けてみましたでその、まあ、インタビューが終わった後に、えー、下に降りてですねちょうどこう給食の時間だったので、えー、まあみんなとねあの同じテーブル同じ椅子に座りまして僕もあの食事をしながら、えー、子どもたちの食事の時の、ね、音を収録させていただきました。さあここから、えー、子供たちが今やっている こういう風なあの掛け声で、えー、じゃんけんをしているというそういったちょっとこう変わったあじゃんけんを紹介していきたいと思います。まあ、ちょっとこう短い約20秒ぐらいのねあの掛、ー、け声にはなりますけれども、まあ、今の子どもたちのこんなじゃんけん、えー、聞いてみてください。 えアンパンマンは勝つとは限らないっていうねこの続きがすごいたくさんあって3パターン4パターンぐらいねありましてで、えー、最後につ、ね、ながっていくということなんですよね。まあ、これねもう いろんなパターンがあるみたいで、えーまあ、その中の、ね、一つをこう収録させていただいたんですけれどもね、まあ、また来週以降もですね今子どもたちがやっている、まあ、掛け声だったりとか大歌だったりとかね、まあ、いろんなこう声をです、ね、紹介できたらいいなと思います。「未来行かない」このコーナーは沖縄市社会福祉法人人福祉会道千代保育園社会福祉法人人福祉会かふ美里保育園の提供でお送りしました。 アジクーータラジオ生放送をお送りしております FM コザのスタジオパーカーメニュー前ありますけれども330がですね混んできましたね今日ね早いですねまあ,あの日によってやっぱりこう時間帯ねえこむくいがありますけど今日また早くこの時間帯から混んでますね、えー、この後5時45分ごろから地域密着道路交通情報をお送りしていきたいと思いますさあメール紹介していきましょうラジオネームチャック キヨナミネさんモーリーさんリスナーの皆さんこんにちは今日のテーマゴールデンウィークの予定ですが、えー、ベースで働いているのでゴールデンウィークないですねあそっか基地の中というかないんだああそうですか、えー、土日は普通にお休みなので朝早くからヤンバルにでもドライブ行きたいですねモーリーさんも仕事頑張ってくださいね はいラジオネームチャッキーのみねさんいただきましたありがとうございますあやんばるもいいねうんあのあっちが面白かったなえっとねえっとねやんばる美,じ美術の森公園だったかな確かあの積み木とか あのー、卵サイズの積み木っていうか木でできたものがあるんですけどそれがこう湖みたいなところにあってでその湖の中にこの卵のカプセルみたいなものがもうたくさんあるんですよね何万個ぐらいもたくさんあってでその中にこうもう全部すべて木でできてるので、えー、小さい子どもたちもそこで寝転んだりとかでその卵型の木を。 すくってみたりとか、えー、足で触ったり、手で触ったりとか、その体全身でこの木に触れるっていうね、すごいあのー、ヤンバルのこの木樹木を使っているっていうそういうこう場所なんですけど、ヤンバル森の美術館だったかな。ちょっとねタイトルが曖昧ですけれども、すごく良かったのを覚えてますね。まあまだ娘が一切ならない時にね行ったんですけど、いやなんかとっても楽しそうでしたよ。 うん、大人が意外と楽しかったですね。あの木でできた、えー、荷台とかなあったかなあけん玉とかあとビリヤード台とかいましたね。うん、まあ意外とこう楽しめる、まあ、ちょっと遠いですけどね、えー、こういった場所も意外といいかもしれません。えー、ラジオネームチャッキーさん、まあ、土日やんばる行こうかなということですねドライブね。 あ、うん、てもなくね行くっていうのいいですよねあここなんかおいしそうとかあちょっとこうリサーチしておいてとかねえー、こちらも行きましょうラジオネーム「昼間の奥さん」えー、お家でなんかやったら何それモーリーさんケンケンパーとかやればっていうぐらい軽いフリだよまあありがとう <laughs> えー、連休手当でも出るならどっか遠くに行きたいもんですね運転もし洗いもそしてすぐに母の日でしょ、えー、出先でプレゼントを買わないとだしまずは衣替えだな雑草虫にもだな一日3食ご飯がかりだけはやりたくないな森さん子供がついてくる間は休日もいいけど意外とさ覚えてないがっかりだよ6歳ぐらいからは入場料とか出るのは記憶に残るからだと思う。 そのうちお友達とペンションって言って男とうわあ、めいちゃんもうわあ <laughs>、はい、昼間の奥さんからいただきましたそうなんだね、まあ、そっか、まあ、小さい子供のうちはなかなか記憶っていうものも大人になった時ね、どこまで残ってるかっていう、うそういうところもあるか。 あでも意外とタイガービーチ行ったりとかねなんか記憶がありますけどねいまだにね、まあ、写真が残ってるからなのかなそれをちょいちょい見てからあこんなだったなとかっていう,うことで思い出すんですかね、うん、あでもあれだね写真はやっぱり大事だよねこんなに行ったらね、まあ、今はもう携帯でねパシャパシャ撮れるし まあどっか行くんだったら、必ずこう、写真をね、1枚収めるっていう、それをやった方がいいかもしれませんね、えー。母の日もありますからね、ゴールデンウィーク、ゴールデンウィークで意外とこう忘れがちですけど、5月の8日、えーまあ、ゴールデンウィークの最終日になるのかな。まあ、なので、えー、この辺も頭に入れながら、はい、お母さん以外の人は、ね、日頃の感謝を言葉にしたりとか、 手紙に書いたりとかね、プレゼントに書いたりとか、はい、やった方がいいかもしれませんね。えー、ラジオネーム店頭さん、格言といい記憶といいふわっとしまくってますね。ヤンバル森の美術館、はい、もうこれで間違いないと思います。さっきのね、はい。えー、さあということで4時45分になりました。あ、ごめん、5時45ですね。5時45分になりました。

えー、沖縄市内の渋滞情報をお届けしていきますが今のところ目立った渋滞情報は届いていません、えー、沖縄市内まだ渋滞のお知らせは届いておりません、えー、今どこどこで聞いてますよこっち混んでますよとかっていう情報があればこの番組宛てにメッセージを待ちしていますさあ天気なんですけれどもまあゴールデンウィークの予報も合わせてお送りしていきたいと思います、えー、まず今日のこの後 北西の風やや強く晴れ、夜は曇り、波の高さ3メートル、降水確率10%の見込み。明日29日金曜日、北の風やや強く晴れ、明け方まで曇り、波の高さ3メートルの地2メートル、午前中が10%、午後からは0%の見込みです。 朝の最低気温が18度日中の最高気温が今日と同じく24度となっていますさあ4月の30日も行きましょう天気の予報としては晴れマーク降水確率も10%最高気温が24度となっていますまあ,あの近道、ね、金土はちょっとこう、まあ、日差しもありますけども気温的にはまあ25度まではいかないんじゃないかというところですね。 で5月の1日、いよいよ今週、まあ、今度の日曜日から5月に入りますけれども曇り時々晴れマーク出ています、最高気温が27度ちょっと日曜日頃から次第に週明けにかけて、えー、気温が平年並みになっていくということですね、えー、5月の2日、月曜日天気の予報は曇りそして5月の3と4が曇り一時雨の予報が出ております。 降水確率も50%となっていますまあ、なので5月に入って最初のま火曜日と水曜日がちょっと雨にやられていきそうだということですね以上ここまでは地域密着道路交通情報と天気の情報をお送りしました さあ、アジクータラジオ木曜日そろそろエンディングの時間ですけれどもあの実はですね家田あゆみさんからあの、まあ、滑舌の体操の、ねえーまあ、練習の言葉をいただいておりましてちょっとこれを紹介していきたいと思います。あの,滑舌の体操にもなりますよということで、えー、ラ行の弱い方ラリルレロがいい感じにするという方ですね。 西空から薄雲が広がって空っ風の寒さが体中に感じられたのでラグランオーバーの襟を立てラッシュアワーのだらだら坂を降りながら暖房のことラクダのシャツラジオで暖炉などを考えたとろろとろろ芋を取る苦労よりとろろ芋からとろっとするところとろろ汁を取る苦労とかねかこういう例題ーーをいただいています。はい、あの何かこう

えー、50代ですねとか60代ですねとかねいろんなこう判断基準になるというそういう話を以前してました、えー、1か月前のお判定では僕は60代の舌を持ってると <laughs> ええー、ら行が苦手っていうねそんな、あのー、診断を受けましたはいまあ、あのー、来週柳澪さん登場すると思いますので、えー、またねこの例題を出していただきたいと思います天童さん モーリーさんには辛い例題だということでいただきました。はい、もうアドレスいい漢字の時ありますからね。777 <laughs> みたいなね。761みたいな。この761がいい漢字する時もありますからね。はいまあ、今日はお休みでしたけれども明日あ、来週からまた登場ということですね。さあ、明日はイラメン席。はいえー、明日はねー、イラメの席から。 めでたい報告があると思いますのでこちらも期待して待っていてほしいと思いますさあめでたいといえば今日我ら内南地ヤクルトスワローズ先発ピッチャー荒垣渚はい今季初登板、えー、対戦相手なんと4連勝中の広島カープでございます、はいえー、広島カープ岡田ヤクルトスワローズ荒垣渚はい、えー、このデオ投手が投げ合うと いうことですねいやーもうここ最近ね、ねうちなんちゅう、あのー、なかなかピッチャーだったりバッターだったりでね、えー、なかなかこう結果、または、えー、ずっとこうスターティングメンバーになっているっていう選手なかなかいないのでローテーションと守ってほしいなって思いますけどもねね頑張って欲しいいです、ね、はいえー、この後広島カープ対ヤクルトスワローズ、荒垣渚登板します。 最後のメッセージ、ピーチベイシルバーさん、モーリーリスナーさん、こんにちくび、朝一、空港にメーカーを迎えて、同行営業したんだけどさ、満タン入れて行ったのに、いいゲージ、どんだけよ、疲れたなということで <laughs>、えー。お疲れ様でした <laughs> まあ、ね。こんな日もあれば、またね、あ,のー、あ今日ちょっと仕事、ちょっと、ね、半分でいいかなみたいな、天気良くてね。 あの息抜きできる日があると思いますのでというかね今日一日で相当走ったってことですよねこれねああまあまたそれがねゴールデンウィークの休みにつながったりとかまたこうボーナスにつながったりとかそういうことにつながっていけばいいですね、えー、今日もたくさんのメッセージありがとうございましたさあということでエンディングは「真心ブラザーズ」のマイバックページを聴きながらお別れとなります。 もう良い明日は週末ですね、えー。明日からゴールデンウィークの初日も迎えていきますけれども、いい週末を過ごしていきましょう。アジ食ータラジオ、ここまでのお相手は DJ モーリーでした。この放送は社会福祉法人人福祉会道場保育園、花風三里保育園の提供でお送りしました。